ですからわさびじゃなくてわびさびです。あの日本くらいのわびさびを表現しているんです。これはなんで私なんでしょうね。皆さんぜひ赤坂サカスにいらしてこれを召し上がってください。ものすごい美味しさにもう感動して打ち震えるはずです。もうよろしくお願いします。